ターチャーハーをお茶をするみたいな。ということで、本日も始まりました、スニーカーの、のーなーい。はい、ということで、本日の企画はですね、4月前半発売、ナイキスニーカーズゴN ということでね、はい、本日の企画はですね、4月の前半に発売されるナイキのスニーカーをですね、雑談とプレネオソを交えながら紹介していくスニーカーの、脳内大人気企画でございます。はい、ということでね、まあ3月も終わって、3月後半はね、結構熱いスニーカーとかがたくさんあったんですけど、7月前半も熱い。まずはリストックから始まっちゃいます。はい、ということでね、まあもう4月前半もね、しっかり見てほしいですね。逆にプレネつかないものの方が少なかったですね。はい、もう本当に争奪戦になるスニーカーたくさんあるので、まあチャンネルはこのままということで見ておいてほしいです。ということでね、まあこんなぐちゃぐちゃ言っとってもしょうがないので、オープニングほえ。いや、オープニングいけるかな、新年度始まるしな。レッツゴーゴーゴー、新入社員頑張りましょう。レッツゴー。はい、ということでオープンの方から戻ってまいりました。まずは4月3日からこちら、ナイキ SB ダンクロー J パックシカゴってことでね、もう再販の噂がずーっと出てた一足がついに再販ということで、品番も変わらず値段だけ上がって再販ということでですね、価格は従来より3000円上がって12100円から15400円ということでね、まあちょっと高くなったなーって感じですね。はい、まあこれはね、もうレジェンド配色のシカゴってことでね、いやかっこいいですね。まあね、確か3月ぐらいとかから中国で再販とか始まって、もういろんなところで再販来るので、まあ日本でも再販来るやろうなー、来るやろうなーって噂があって、で今日に至るということでね、高いですけどね、まあやっぱりこれは速乾案件ですね。だってシカゴですもん、やっぱシカゴからは売れますよ。はい、まあ、いつもと同じ販売量やったらね、プレネね、そんなにいかないと思うんですけど、まあプレネ予想はだいたい2万円ぐらいかな。はい、2万円までで落ち着くと思いますね。やっぱりね、シカゴって数が多いイメージと、やっぱり再販ってだったら爆量再販してくれるので、 SB に関わらず、はい、これは前に事例があった通り、まあね、もう欲しい人が買えるようにはならないと思いますけど、まあプレネも落ち着いて買いやすい相場になると思います。ということで次、続きまして、同日4月3日から、こちら。ナイキ SB ダンクロー、ブラック&クラシックグリーンってことでね、まあ、セルティックスカラーズね、これも大人気。もう SB ブームの時、真っただ中の時に出た SB、これもやばかったですよね。はい、まあ、復刻、いやいや、再販でございます。はい。ということでね、数年前のね、ブームのことを思い出すとね、結構ね、悲しいですね。まあ、プレネも今、どんどん急降下していってます。はい。だからその分ね、まあ、皆さん買いやすいっていうのがね、かなり嬉しいですよね。まあ、こういうの2、3足欲しい方は持っとってもいいですからね。はい。まあ、カラーもね、みんな大好きなカラーですので、完売はすると思います。絶対完売はすると思います。そんでリストック出て完売してって、まあ、余るっていうことはね、正直想像しがたいです。はい。完売してしまうと思います。はい。まあ、意外とね、このカラーウェイのね、ダンクはですね、このダンク SB しかないので、まあまあ欲しい方はね、これをやっぱり買いたいんでしょうね。はい。まあ、僕的にはね、まだこちら人気高いので、まあもちろんプレネもいっちゃうと思います。ということでね、こちらのプレネ予想は大体5000円までと。まあ5000円まででしょうと予想させていただきます。ということで、ね、次。続きまして、4月4日から、こちら、ナイキとノクタのコラボ、ホットステップ2ということでね、まあ、ドレイクのブランドノクタからですね、ホットステップの2が出ます。1といえばね、こちらですね、たくさんカラーウェイが出て、まあ、唯一と言ってもいいほどプレネがついたのは、こちら、トリプルブラックのカラーですね。こちらはまた根強い人気がありますよね。やっぱりトリプルブラックってことで皆さん履きやすいですし、やっぱりノクタの初版の方に出たので、やっぱ欲しいって方が、まだ多いんでしょうね。はい、まあ、今回はですね、オレンジということでね。いや、ちょっと個人的にはね、まあ好きな色なんですけど、まあこれ日本人がオレンジ履きこなすの難しいですよね。海外ので方々はね、これね、ちょっと好きそうな感じの色なんですけど、まあ日本はどうなんでしょう。僕的には普通に余ると思いますね。はい。まあ定価も2万9000円ちょっとお高めなので、まあ買い控えする方が多いんじゃないですか。はい、ということでね、まあ数少なかったら人気出そうなんですけど、プレネ予想は期待も込めて1500円まで。まあつかない可能性の方が高いと思います。はい、ということで、次。続きまして4月5日から、こちら。コムネギャラソン、オムプリウスと、ナイキ ACG、マウンテンフライ2のローということでね、今回は3色展開。定価がなんと、やはり、ギャラソン価格46,200円のね、もうほぼプレネスタートみたいな感じなんですけど、まあね、ギャラソンモデルはですね、ナイキ直営店でも販売ないですし、ナイキ取扱店ではもちろんないですし、スニーカーズでももちろんございません。はい。まあ、スニーカーズある時あるんですけど、ほとんど、ギャルソンの店舗で展開されるので、数も少なくて、まあ、定価も高いみたいなね、まあ、感じでございます。まあ、これね、
ね、定価高くても毎回ね、ギャルソンコラボはね、人気でね、まあ、完売したり、再入荷したりみたいな感じをね、繰り返してね、まあ、店舗たくさんあるので、まあ、どうしても欲しい方はですね、取り寄せとかもできるんでね、全然大丈夫なもんですね。ファンはね、毎回買ってるイメージがございます。はい。で、そして気づいたらなくなってるんですよね、これね。まあ、今回はですね、ACG ラインとコラボということでね、まあ、ギャルソンっぽいカラーでね、まあ、これ、ほんとギャルソンの服と合わせやすいような、スニーカーでございます。ということでね。まあ、気になる方はですね、ギャルソン店舗に、当日に行ってください。ということでね。まあ、予約とかでサイズ加減あったりするんですけど、なんとかね、初日やって寄せれると思います。ということで、こちらのプレイの予想はプレイね、なしと予想させていただきます。ということで、次 !4 月6日からは、こちら。フェミンズエアジョーダン4レトロビビットサーファー。ということでね、これは人気の方の AJ4。もうね、スニーカーブームも落ち着いてきて AJ4 もあかんかなと思って、直近で出た白、ゴールドね、こちらのウィメンズのエアジョーダン4ダメかなと思ってたね、初動はプレネ、バチコン行きました。嘘やろ、わからんて。本当に AJ4 は人気なんでしょうね。はい。まあ、今回のね、白、黄色はですね、人気でしょ。いや、カラー的にはね、人気の出そうなカラーなんですけど、やっぱりウィメンズなんでメンズサイズが。プレネ大きめにつくという予想をさせていただきます。はい。で、ウィメンズサイズもですね、まあ若干プレネつくぐらいね、人気は出ると思います。はい。やっぱいいカラーなんで、はい。ということでね、まあ転売を考えてる方は27センチ以上ぐらい狙った方がいいんじゃないですか。はい。まあこちら人気出ると思います。可愛いんでね、はい、人気出ると思います。いいカラーです。はい。こちらのプレネの予想はだいたいプラス6000円までかな。まあそんなもんでしょう。いつもの動きと比較するとそれぐらいだと思います。1万いく可能性もありますけど、まあ6000円まで留めておきます。ということで次、続きまして、僕の欲しいやつ4月8日からはこちら。ナイキショップス R4 のブラックとホワイト。はい、来ましたね。はい、やっと来ました。3月8日にグレイトで先行発売されて、まあ結構プレネバチコーンって言ってメルカリとかね、スニーダンでバーって売られてたんですけど、僕は我慢しました。なぜなら販売があると分かってたからです。はい、僕のストーリー見てる方はね、分かってると思うんですけど、はい。まあね、こちらね、やっぱり3月8日から一般発売あるので、まあスニーカーズ以外でもね、販売あるんでポイント絡めてね、買いたいところですね。なんかのポイントでこう買って、ちょっとでも安く買いたいって感じでございます。まあそうした方が賢いですね。安い買い物ではないんで。はい。こちらはやっぱりブラックと白を比較すると、やっぱりブラックの方が圧倒的に人気です。はい。白の方は先に言います。プレネ、なしと予想させていただきます。はい。ブラックの話に行きますね。ブラックの方はですね、やっぱグレイトの先行発売でもあったんですけど、ウィメンズサイズは余ってました。余ってたんですけど、しかしこれ見てください。なぜかウィメンズもね、しっかりプレネついてるんですよね。オンライン発売あっても余ってて、まあ完売しちゃったんですけど余ってたんですよ。でももう今プレネ行ってるんですけど、なんかわかんないですよね。まあでもね、これだけは言えるんですよ。ショックスの黒は常に人気があるんですよ。どの黒でももうネイビーっぽい黒でも人気あります。はい。なんでね、ちょっとね、黒を欲しかったらちょっと急ぎ目で買った方が僕は個人的にいいと思ってます。まあそんなね、僕も欲しいので、これはね、アトモスかどっかに行きたいと思います。はい。ということでね、黒のプレネ予想は言っても大量なんでプラス3000円までと予想させていただきます。まあ、サイズによりけりだと思います。ということで、次。続きまして、同日、4月4日からは、こちら、ナイキ P6000 PRM ですね。はい。まあ、8休め感満載なんですけど、まあ、P6000 ってこれ名前覚えです、にくいですよね。本当にもうすぐ忘れちゃうんですよ。数字なんで。はい。ということでね、まあ、スニーカー女子が好きそうなカラーリングですごい可愛いですね。結構ね、女の子が好きそうなちょうどいい感じのグリーン。はい。まあ、こちらのモデルはですね、ほとんどがセール対象になってしまうので、まあ、欲しい方はね、セールまで待ってもいいかもしれません。ということで、こちらのプレイスはプレイね、なしで予想させていただきます。ということで、次。続きまして、4月12日からこちら、エアジョーダン1ロー G ゴルフのエンドレスパスってことでね、はい、来ました。ゴルフシューズですね。 AJ1 のローのゴルフ、やっぱりね、ゴルフシューズはね、常に人気が高いんですよね。しかも数が少なくて、まあそれこそアトモス ABC マートとかね、あのアンディフィーデットとか量販店では発売なくて、ゴルフ屋さんであるんで、まあ、これもまた難しいとこなんですよね。まあ買いにくいです。はい。まあこちらやっぱりゴルフシューズがプレネつく理由は、まあ数が少ないのと、ゴルフする人はお金持ちが多いからとかね、勝手に予想しております。はい。今回はね、デザインと配色がね、ちょっといまいちって感じなんですけど、まあ完売すると思います。数が少ないので。メンズサイズはね、もうほぼ確実に完売すると僕は思っております。はい。ということで、こちらのプレゼンスはだいたいプラス2000円までかな。はい。まあ、ついても2000円ぐらいでしょ。まあ、そんなからも良くないんでね。まあ、そんなもんやと思います。ということで、次。続きまして、4月前半最後の一足、こちら。エアジョーダン5レトロ SE のセール。はい。AG5 のセールカラー、セールカラー可愛いですね。まあね、ウィメンズサイズなんで一定数の人気はあるんですけど、まあ女性も AG5 履いてるとかあんま見たことないですし、男性もね、AG5 履いてるとかあんま見たことないんですよね。はい。まあ直近でプレネついたやつ何かなと思って調べたら、こちら、アママニエルです。やっぱりコラボもんじゃないときついんですね。しかも、アママニエルでさえプレネいまいちだったんで、ちょっとね。AJ5 はね、あ
まり人気がないということがね、これで証明されましたよね。ということでね、インラインは特に人気ないでございます。はい、ということでこちらのプレゼントはプレネなしと予想させていただきます。はい、ババンと4月前半の発売スニーカーを紹介していきましたが、皆さん何か欲しいものありましたか？いや、僕的にはですね、やっぱりショックスのアルフォードブラック、こちら欲しいですよね。やっぱりこれがね、もう3月から狙ってたスニーカーなんで、こちらをぜひね、ポイントを絡めて買いたいと思います。皆さんは何か欲しいものありましたか？まだまだね、4月前半はね、噂レベルなんですけど、いろんなね、やばいスニーカー待ってるんで、注視していきましょう。ということで、本日の動画が良いと思った方とは、悪いと思った方はバトナー、そしてもっとスニーカーの脳内を見たいと思った方は、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いやー、4月から新年度、辛いことも多いですけどね、頑張るしかないんです、人生は。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。